クラブフェルメール劇場。ただいま。思った。何あんた、また米買ってきたの？やっぱ非常時は米でしょ。米。泣いてんの？フェルメールはね、43歳の若さで死んじゃったんだって。だから30数点しか絵がないんだ。あ、でもね、フェルメールが若い頃、このね、オランダのデルフトって町、これ東インド会社、すごい景気が良かったんだって。香辛料で儲けたとこだ。そうそう、だからね、絵がたくさん売れてたらしいわよ。でもね、フェルメールね、この結婚する時ね、回転値が裕福だったから、お母さんにすっごい結構反対されたんだって。姑問題。でもさ、フェルメールってさ、10人以上の子だくさんなんだよ。幸せな結婚生活。でね、裕福だったから、ラピスラズリって、あの金と同じぐらい価値ある青い鉱石を絵の具に使ってたんだって。それってこれのこと？そう、フェルメールブルー、素敵。でもさ、晩年はさ、オランダとイギリスが戦争になっちゃって、景気が悪くなって絵も売れなくなるし、裕福だった家もね、傾いちゃったんだって。だからパン屋にしていた借金をフェルメールの絵で払ったんだって。それがこの絵。え、これがパン屋に飾られてたの？もうパン屋になりたい。でもあれよね、やっぱ人間、晩年が大事よね。私たちって晩年。そっか。